サポート付き貸し農園ならシェア畑。こんにちは、シェア畑リエットガーデン三鷹菜園アドバイザーの高畑です。今日は2024年ニンニク栽培の始め方、栽培のコツについてご紹介していきます。今年もいよいよニンニクの栽培時期となります。ニンニクの植え付けというのは9月の中旬から10月の中旬ぐらいまでが最適なタイミングとなります。他の冬野菜同様にニンニクも早めの植え付けというのが大切です。この早く植えることによっていいものがしっかりとできるようになります。今回は2024年のニンニクの始め方ということで、栽培の注意点などスケジュールを解説しながらご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。昨年の振り返りから行いますと、冬場は暖冬でしたので12月ぐらいには成長が止まるニンニクが12月中でも光合成を行い、葉っぱを大きく育ててサイズ感が大きくなったと思われます。ニンニクの栽培のポイントとして、初期から年内の成長段階である程度葉を大きくし、光合成を盛んにさせて玉に養分を溜め込ませるのが重要です。それが春には爆発的なエネルギーとなり、一気にニンニクが肥大化していきます。そういった意味では2023年の12月頃、暖かかった影響もあり葉っぱもぐんぐん育ったと思われます。一方で冬の寒さに当たらないとニンニクは糖分をためて寒さをしのごうとしないので、甘さが増さなかったり、しっかりと締まった状態にならないなど悪影響が出てくることがあります。ということで、今年の栽培でも重要なポイントとしては、まずは初期生育を良くするためにいい種球を調達し早めに植えることです。また冬場はあまり暖冬が続くようでしたら、防寒対策を抑えるなどの調整をすることが必要だと思います。それでは栽培のスケジュールとポイントについてご紹介していきます。まず8月後半から9月初旬ですが、土作りの時期となります。ニンニクを早く植えるためにもなるべく早めに着手してください。土作りには 2,3 週間かかりますので、植える時期を逆算してやっていきましょう。1平米あたり牛糞を3リッター、鶏糞油かすを100から 150cc 投入していきましょう。ニンニクは肥料を多く吸収しますので、なるべく早めに投入してしっかりと分解させておいてください。9月中旬以降からいよいよ植え付け開始です。広い地域で多く栽培されているのがホワイトロッペンという代表的な品種です。私のこれまでの栽培経験からも一番作りやすい品種かと思います。その他、平戸ニンニクや紫ニンニク、和製品種の上海和製など様々な品種があります。悩んだ方はぜひホワイトロッペンを挑戦してみてください。種球が調達できましたら、9月の中旬から10月の中旬までの間に植えていきます。ニンニクは長期間の栽培となります。9月から6月ぐらいまでかかりますので、その間の雑草対策、乾燥予防などを考えますと、穴あきマルチを使ってその中に種をまいていった方が成功率が高まりますので、ぜひやってみてください。続いて植え付け時の注意点です。ここが失敗で最も大きい原因となると思いますが、植え付けの深さと植え付け後の気温などで腐ってしまうということがあります。特に深植えしすぎますと芽が出ないまま腐ってしまうということがありますので注意をしてください。だいたい深さとしては5センチほどの穴を開けて、尖った方を上に向けて植えるような形でやってみてください。それ以上深くして植えてしまいますと、芽が出ないまま過湿で腐ってしまったり、カビが生えたりなど失敗の原因となっていきます。それ以降の10月から11月の管理ですが、大きく分けて2点ほどやっていきましょう。
一つは雑草管理です。穴の中から雑草が出てきますので、こまめに雑草を取ってください。もう一つが分球です。ニンニクの中で芽が2つ出てくるケースがあります。これを両方育てていきますと、肥大化がうまく進みません。そこで一つはカットして、ニンニクの芽一つに養分が集中するように間引きをしてあげてください。この分球を未然に防ぐ方法として、ニンニクの薄皮を剥くツルツル植えという方法があります。これは発芽を良くするためにも使われる手法ですが、ニンニクの表面にすでに分球してポコッとイボのようなものができていることがあります。ここから2本目の芽が出てくることがありますので、それを事前に取ってしまえばこの間引きの作業が必要なくなります。たくさん植える方はぜひやってみてください。ただしこのツルツル植えというのは薄皮を取り除く分、爪などで表面を傷つけてしまうことがあります。細かい作業が苦手な方は少し面倒に思うかもしれませんので、お好みでやってみてください。このニンニクのツルツル植えは芽が早く出ると言われておりますが、皮を剥いた場合と剥かない場合でやってみた結果を言いますと、極端な違いというのは出づらいので、この分球の芽かきというのが面倒くさい方には有効だとは思いますが、発芽をとにかく早くしたいという方にはそこまで大きな違いが出るとは言えませんので、お好みでやってみてください。続いて12月から1月の冬越しです。ここでの注意点としては、1月中には追肥をやりきるということです。ここで追肥を行わないと春に肥料が効いてきません。遅れないように1月中には追肥を終えるようにしましょう。また暖冬の場合は保温ビニールや防虫ネットなどの保温資材を外すなどして内部の気温を調整してみてください。多少寒さに当てた方がいいニンニクとなりますので、極端に防寒する必要もありません。その後も3月から6月の間は雑草取りと遠立ちしてきたニンニクの芽の収穫、こういった作業のみがありまして、その他極端な難しい作業はありません。終盤の重要ポイントとしては、病気に感染させないということです。ニンニクはサビ病という病気に終盤にかかってしまうことがあります。これはカビが原因の病気で、ニンニクが収穫間近で徐々に弱ってきたりしますと発生しやすくなってしまいます。特に無農薬で作っていますと必ずと言っていいほどかかってしまうことがありますので、感染した葉っぱがあればカットしたり、ひどいものは早めに収穫するなどして管理をしてみてください。ということで、ニンニク栽培についてご紹介してきましたが、初期にどれだけ対処していくかが重要となりますので、やってみてください。今回は以上です。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。